アメ用や。逆にレアなんだ。逆にシュールです。
ています。今宵は千もの明かりに包まれて、たおやかに流れ続け、灯籠の舞を存分にご堪能ください。Thank you.
のようなことがあるyou
日本女性の優雅な美しさがひときわ際立つ祭りを育んだ山鹿の町。山鹿灯籠の奉納は室町時代から伝わる神事です。まずご覧いただきましたのは与平法師。この歌は洗いすすぎも包みの床も山鹿宣言たらい町の歌詞にもありますように、温泉豊かな湯の町山鹿で明治以降から愛称されている民謡で、山鹿灯籠踊りに合わせて歌われている。このように山鹿灯籠は山鹿のさまざまな文化に根付いています。その中の一つが盆踊り。本来日本では月明かりに照らされ夜通し踊ることができた旧暦の16日の夜に盆踊りが行われてきました。ここ山鹿でもいざ酔いの盆踊りが代々受け継がれてきたのです。山鹿灯籠盆踊り。
おや、爽快、壮烈
は第16代平安天皇の時代まで遡ります。平行天皇が菊池川を遡られ、現在の山川大橋付近に着岸された際、一旦立ち込めた深い霧に行く手を阻まれました。その後に山川の坂人たちが松明を立て道を示し、天皇ご巡行を無事にお迎えしたことに由来し、以来里人たちは安宮あって現在の大宮神社に天皇を祀り、毎年灯火を献上するようになったのが始まりとされています。室町時代になると神聖の灯籠に姿を変え、その後花灯籠を頭に掲げた女性が舞い踊り、山の灯籠踊りが誕生しました。室町時代に始まった山鹿の灯籠を作り、江戸時代に各地に広まった紙すきの技術、紙と森だけで作られるものが骨なし灯籠とも呼ばれています。その歴史と文化が高く評価され、国の伝統工芸品に指定されました。今でも山鹿の9人の灯籠師が変わらぬ技と情熱で見事な芸術品を作り続けています。歴史と共に生きる山鹿の里人たち、その思いは歴史をつないでくれた先人たちへ感謝の気持ちとともに踊りを通して伝えられます。山鹿灯籠の盆踊り、thank you.
よへこ節上下組踊りです。祭
りの祭務を飾る保存会によるひときわ艶やかな踊り、千人の女性の灯籠の明かりと保存会が頭にいただく金と銀の灯籠のきらめきが一つになって、何言うだろう、保存会の大きな光の波を織りなします。上下国踊り、
日本空気は悠久の時を経て重なり合い、山が灯籠ばかりになり、皆様と過ごした今宵もこのひとときも、将来の安寧を願う尊い時間となりました。